ごめんください。失礼します。あなたたち。いや、ロイドたちか。やれやれ、揃いも揃ってしけた面並べてんな。余計なお世話だと言いたいところだが、まあ否定はせん。よりにもよってなんでアリオスさんが。ね、耳に。本当にそんな気配は全然なかったものね。強いて言うならオルキスタワーを訪れることが最近多かったくらいかしら。そうね、あくまで今後のギルドの対応を協議しに行ってたはずだけど、まさかこんな段取りを話し合っていたなんて。実はそのあたりをお聞きしたくて来たんです。アリオスさんはまだギルドに所属してるんですか？昨夜いきなり辞表を出して遊撃士のエンブレムを返してきたわ。持っていた仕事は全部片付けて、今後の対応策も出してくれたのはいかにも彼らしいけど。そうだったんです。確かにアリオスさんらしい貴重面さですね。だがこのように唐突に辞めるのはさすがに問題だろう。しかもクロスベルト・フリッツ国の国防軍の長官などと。こう言ってはなんだけど、エレボニアの反応が怖いわね。資産凍結なんていう脅迫すらしてしまっている状態だし。そうだね、共和国の反応も怖いな。だがアリオスさんの気持ちも理解できないわけじゃない。スコット、どういうこと？俺もアリオスさんと同じクロスベル市の出身だが、確かに演説にもあったような原因不明の不可解な事故は、本当のことはわからないけど、皆帝国か共和国絡みで起きたことだとは薄々感じていた。それは、まあここ最近はそうした事故は起きてないが、5年前アリオスさんの奥さんとしずくちゃんが巻き込まれた事故が最後と言えるかもしれないな。ひょっとして。5年前に表通りで起きた運搬車の爆発炎上事故、当初はオーバルエンジンの暴走と可燃性の積み荷が原因とされたけど、確かに不審な点は多すぎたわ。そしてその事故に巻き込まれて奥さんのサヤさんは亡くなり、しずくちゃんは光を失った。そういう顛末だったのかよ。断片的な情報はある程度は聞いていましたが。それでアリオスさんは警察を辞めてギルドに移って。私もアリオスとはその後からの付き合いだけど、彼一言も言わなかったけど、ずっと引っかかってたんでしょうね。そう考えると今回の大役を引き受けたのもようやく腑に落ちた気がするわ。ミシェルさん、失礼は承知で尋ねますが、アリオスさんのスケジュールで不審な点はありませんでしたか？司令長官、いきなり引き受けるにはあまりに重すぎる役目だと思います。多分リータ市長、
根回しがされていたんじゃないですか。それも最近ではなく、しばらく前から。ミシェル、まさか本当なのか。確かに行き先など報告と食い違っていることはたまにあったわ。あれだけ仕事を抱えてたら当然だとは思ってたけど、考えてみればアリオスが報告を間違うなんて不自然極まりないのよね。それじゃあそうした時間にディーター市長とコンタクトを。その可能性は考えられるかもしれない。ロイド君さすがね。怖いくらいの洞察力だわ。いえ、失礼なことを言ってすみません。その失礼ついでにお聞きしますけど、そうしたアリオスさんの行き先やスケジュールの食い違い、半年以上前に覚えはありませんか？半年以上前って、まだディーターさんが市長にもなっていませんが。そこまで前だとさすがに覚えてないんだけど。あ、でもあれがあったか。あれ？創立記念祭の最終日よ。彼仕事でデミフェリアに出張することになってたんだけど、それを急遽キャンセルしたのを報告し損なってたのよ。後で気づいて聞いてみたら、忙しくて報告し損なったって言ってたけど。何？何か気になるの？まあ、あの記念祭は殺人的な忙しさだったし。報告に齟齬があったとしても無理もないと思うが。記念祭の最終日、最終日といえばあれがありましたけど。それがどうつながってるんだ？わからない。でも何かつながりそうな気がする。今まで俺たちが忙しさのあまり見過ごしていた点と点が。すみません。はい、こちらクロスベル警察。クロスベル国防軍特務支援課の間違いじゃないのか？あなたは？さて私は誰でしょう？正解された方にはもれなく豪華景品を。くだらないクイズは結構です。一体どの面を下げてクロスベルにやってきたんですか？やれやれ、嫌われたもんだな。派手なことになってるみたいだが、ちょっと会って話せないかな。ま、損はさせないと思うぜ。わかりました。どこに行けばいいんですか？クリムゾン商会、いや元ルバーチェ商会と言った方がいい。あそこの会長室にするか。地下のあそこですか？それじゃ待ってるぜ。もしかして行方不明のザオシとか？そういえばこの前ランディさんがいなくなった時連…そうだったのか。いや違う、帝国軍レクター隊員だ。え、あの人またクロスベルに来ていた。確かにどの面下げてって感じだな。
どうやら旧ルバーチェ商会で話があるみたいだ。赤い星座とのつながりを考えるととても油断はできないけど。虎穴に入らずんばですね。準備だけは万全にした方が良さそうね。あなたたちも大変そうね。どうやら面倒な相手とやり合うみたいだな。情報局のアランドールか。恐ろ、厳しそうなら助け立ちするから遠慮なく言ってよ。そうね、湿地帯での借りもあるし。ありがとうございます。手に負えなさそうだったらぜひ力を貸してください。もう誰もいないみたいだな。警察でも施錠だけして放置して、わざわざ呼びつけたってことはピッキングでもしやがって。とにかく入ってみましょう。どうやら先に来ているみたいですね。ああ、慎重に降りてみよう。情報局所属レクター・アランドールが油断できる相手じゃない。入るなら覚悟を固めよう。よう、ご苦労さん。どうやら国防軍の連中は引き連れてないみたいだな。だからといってあなたを捕まえるつもりがないと思わない方がいいですよ。赤い星座の所業、あなたにも関係がないとは言わせません。単刀直入に聞くぜ。なんでクロスベルに現れた？それとおじきたち、赤い星座はどこに行った？クライアントならばもちろんご存知ですよね。まずは最初の質問に答えさせてもらおうか。俺が来たのは今日、帝都からの始発でな。もちろんギリアスのおっさんの指示によるものだ。烈血宰相の、どういう目的で？その前にあんたらに耳寄りな情報を教えてやろう。今日の午後くらいに帝国軍が侵攻してくるぞ。冗談きついです。いや、この状況じゃ本当だとしてもおかしくね。もちろんベルガード門からだな。ああ、すでにガレリア要塞に機甲師団が集結している。ま、たかだか一個師団だが、最新の重戦車が揃ってるからクロスベルの装甲車くらいは余裕で蹴散らすだろうな。いや、とっくに伝わってるぜ。一応事前の通達は実習政府に言ってるしな。Thank you.
ディーターのおっさんは IBC の資産凍結を撤回せず大統領なんかに就任しやがった。侵攻してくる帝国軍を防ぐのが不可能なのは分かっているはずなのに、それが俺が改めてクロスベル入りした理由ってわけだ。おい、どういうことだ。その状況でアリオスのおっさんを国防軍の長官に任命してどうなる。わからない。いくらアリオスさんでも戦車相手に戦えるわけがないし。どう考えても何か切り札があるとしか思えない判断だけど、もしかして共和国と和解して帝国軍への牽制を。もしそうだったら大統領演説で共和国のことまであんな風に非難するはずがないわ。あくまでカルバードとも本気で対決するつもりのはずよ。ええ、そうでしょうね。あなたはキリカさんじゃないですか。お久しぶり、アランドール隊員も。遅れてすまなかったわね。ま、俺も来たばかりだし気にしないでくれ。そっちの様子はどうよ。おおむね予想通りの進行ね。現在アルタイル市の郊外に空挺機甲師団が展開しているわ。共和国軍も。空挺機甲師団ってことは戦車と飛行艇の混成部隊かよ。ええ、機動力のある新型戦車とガンシップの組み合わせね。カルバード軍の中でも最高の機動力を誇っているわ。そんな、挟み撃ちということですか。ええ、あなたたちにとっては不本意な事態でしょうけど、でもこの状況になるのは少し考えれば分かるはずよ。にもかかわらずディーター・クロイスは一切の妥協なく強硬姿勢に出た。これは一体どういうことかしら。それともう一つ、二番目の質問について大サービスで答えてやろう。2番目、赤い星座の行方か。ああ、答えは勘。俺たちだって全然知らないんだな。これがそんな、ここまでぶっちゃけておいてそれはないのでは。クロスベルで暴れた後契約は終了したってことか。いや待ってくれ。赤い星座は通商会議の時帝国政府と契約を結んでいた。ああ、連中もそう言ってたろ。でもひょっとして帝国政府との契約はその時に切れていたんですか。それってまさか。ロイド、やっぱりあんた割と情報に向いてるかもな。もう少し性格が悪ければだが。
答えはイエスだ。通商会議以降、帝国政府は赤い星座と関わりはない。そんな、じゃあどうしておじきたちはあんな真似を。まさか結社と新たな契約を結んだとか。いえ、それもおかしな話ね。かつてリベールの異変では彼らは強化良兵という独自の戦闘部隊を運用していた。もしクロスベルを襲撃するならそういった部隊にさせたでしょう。なるほど。わざわざ外部の良兵団を雇う必要はないわけですか。そうなると他の候補は絞られてくる。いかにも帝国政府が黒幕と思われるような状況でクロスベル氏を襲撃させて何らかの得をした勢力、そして最高ランクの良兵団と長期契約を結べるほどの莫大な資金力を持っている勢力。ま、そういうことかね。信じがたい可能性にこそ往々にして真実は潜むものよ。ちょっと待って、今の話の流れだと該当しそうなのは一つしかねえだろうな。いやさすがに決めつけはまずい。レクター隊、キリカさん、情報提供には感謝しますが、あなた方の立場も立場です。ここから先は自分たちで。はい、と有権部、ちゃんと繋がって。ロイド、セシルよ。セシルね、そんな慌てて何かあったのか。アリオスさんか。それでキーラちゃんを連れてそのまま出て行ってしまって。私も止めようとしたんだけど、キーラちゃんが。とにかく戻ってこられる。詳しい状況を説明するから。分かった。そのまま待っててくれ。どうしたの。お前すげえ血相だぞ。アリオスさんが支援課に来て連れて行った。なんだと。一体どうして。とにかく支援課に戻ろう。キリカさん、レクターさん、俺たちはこれで失礼します。ええ、気をつけて。ま、頑張れよな。やっぱあの嬢ちゃんが全ての鍵だった。間に合うと。そうね、多分難しいでしょう。セシルネ、ロイド。それでキーラは。アリオスさんに連れて行かれたそうですが、制服を着たアリオスさんが一人で迎えに来たって声をかけたら、キーヤちゃんもうなずいて。そんじゃキーボーは自分からついてったんすか。いえ、私にはそう見えたわ。でもあなたたちに無断でというのも変だったから止めようとしたんだけど、大丈夫だからって。それで警戒してたサイト君もおとなしくなっちゃって。そういえばサイトがどこにもいません。二人がいなく
しら。私もそう思ったんだけど、どうもそうじゃないみたいで。ミシュラムに行くようなことをアリオスさんが言っていたし。ミシュラム？ええ、ボートの用意はできているって。つまりミシュラムに行くということよね。ここ数日ミシュラム方面は完全に営業停止しているはずだが、そんなところにわざわざ。ち、やっぱ普通じゃねえぞ。追いかけましょう、ロイドさん。ああ、なんとかボートを調達しよう。セシルね、ごめん。とにかく追いかけてみるよ。ええ、気をつけて。アリウスさんもキーアちゃんもいつになく真剣な目をしていたわ。多分よほどの事情があると思う。分かった、とにかく追いついてその事情を聞かないと。なんとか警察のボートを確保できたのは良かったけど、どうやらミシュラムは完全に封鎖されたそうですね。テーマパークや各種ショップの常駐スタッフも退去したとか。例の湿地帯に向かった可能性もあったが、間違いなくミシュラムが正解だろう。エリー、マリアベルさんとは連絡が取れなかったのか。ええ、ここ数日なかなか捕まらなくって、 IBC ビル爆破の後始末で忙しかったみたいだけど。あのお嬢さんはともかく、レクターの野郎とキリカさんがほのめかしたあれは。クロスベル襲撃の真の黒幕はエレゴニア帝国ではなく、リーダークロイス市長、いえ、大統領の可能性ですか。ロイド、私に気を使う必要はないわ。昨日からおじい様との連絡が取れていないのだけど。一連の事件の黒幕、そう考えると全ての辻褄が合ってくるのは確かだ。その場合、赤い星座や結社は彼の宿った実動部隊ないし協力者。ガルドはともかく、ヨアヒムまでもってことかよ。でも、もちろん直接のつながりがあった可能性は低いだろう。ヨアヒムの言動から判断する限り、他に黒幕がいた様子もない。だが彼自身が気づかない形で利用されていた可能性はありえん。そういえば、太陽の砦からキーヤちゃんを連れ去った人物も判明していなかったわね。そしてシュバルツオークションの出品物に紛れ込ませた。考えてみりゃ、誰の仕業にしたって普通の人間には無理な程度だな。リーンや結社クラスの連中が、そうでなけりゃ
ム支援課ロイドです。よっしゃ、繋がったか。キヨにも聞かせたいからスピーカーモードにしてくれよ。ヨナか。あ、ヨナ、どうしたんですか。どうしたもこうしたもないって。クロスベルの動力ネットだけど、とんでもない化け物が潜んでるぞ。化け物？どういうこと。最初はネットワークの終焉に変なデータ構造体を見つけたんだ。意味不明な配列だったから単なるゴミかと思ってたけど、よくよく調べてみたら例の結社が使っていたコードを進化させたものが使われてたんだ。アストラルコード、つまり結社が仕掛けた何らかのトラップですか。いや、日付を見る限り5年近く前からのものだ。確か動力ネットが導入されたのもそのあたりじゃなかったか。動力ネットの導入を自治州政府に提案したのは IBC グループ。その結果、財団の技術が導入され IBC も深く関わってきた。それこそネットワークの基幹部分を知り尽くしているくらいに。おいおい、ってことはヨナ、その化け物とは何なんだ。そいつのせいで何が起きる。それは解析中。ただ動力ネットの全領域を覆い尽くすような巨大なシステムなのは確かだ。ミシラム、その名前が出るかよ。とにかく解析できたらまた連絡する。何してんのか知んねえけど、せいぜい気をつけろよな。おいおい、繋がりすぎじゃねえか。どんな目的のシステムかは現時点では分かりませんが、財団や結社以外でそれだけの巨大なシステムを構築できる人間がいるとすれば。今はこのままミシュラムを目指そう。キーヤもアリウスさんも全ての答えが待っているはずだ。鏡の城の最上階にあった。ええ、そうみたいね。なんか水面のぼんやり光ってやまるし。ティオスケ、なんだかわかるか。どうやら霊圧のようなものが高まりつつあるようです。それも奥にあるテーマパーク方面から。そうか、そちらにアリウスさんたちが向かった可能性は高そうだな。ええ、行ってみましょう。Thank you.
ち、気をつけてください。地帯に現れた化け物かよ。上位三属性の発動も確認しました。迷ってる暇はない、迎撃する。アイサ了解よ。デカブツだ、言い抜くなよ。了解。任せてくれ。私の番ね。お返しよ。うっしゃ。行くぞ。場所に厳重が分かりません。ですがこの冷圧の高まりと関係していると思います。それと総員と同じく鐘の音も関係しているの。そんな場所にキーヤとアリオスさんは。とにかく中に入るぞ。はい。よし。
ありがとう。さてと、そこ、俺の番だな。よし、行ってみるしかねえだ。単なるテーマパークのモニュメントかと思ったが、明らかに霊圧は
この城から高まっています。それもおそらく最上階から。確かこの城は彼女の提案で建造されたと聞いたことが。でもまさか。とにかく中に入ろう。運が良ければ最上階まで。急降山の城の門番のつもりかよ。戦闘準備、全力で撃破する。厳重発見、慎重に行きましょう。分かった。行くぞ。これで決める。行くぜ。赤き鎧の死。さてと、私の番です。それありがとう。うっさ。俺の番だな。さてと、お返しよ。さてと、それありがとう。さてと、そこ俺の番だ。えいっと。いいぞ。さあこれで決める。任せろ。今だわ。私の番ね。私の番です。まだまだいける。
龍二が上に登っている。正面の入り口が。ああ、塞がってやがるな。代わりに左右に入り口が現れてやがる。何度か来たことがあったけど、あんな仕掛けがあったなんて。これも彼女の仕業。奥の方から奇妙な可動音も聞こえます。進むのなら警戒は必要かと。とにかく何としてもアリオスさんを問い詰め、キーヤを取り戻すためにも。私の番です。タ。俺の番だね。セイディア。
行くぜ。俺の番だ。
きます。えい、行くぜ。任せて。行くぞ。せい、私の番。えい、データ収集終了しました。生成可能。
を始めましょう。ありがとう。俺の番だな。はい。ここだ。よし。100年早い。先制可能。始めましょう。やるか。チャンスだ。よし。よし、上出来だ。やんねえ。やっと着いたか。ああ、最上階だ。でもキーヤちゃんもアリオスさんもいないみたいだけど。前にも訪れた時には気づきませんでした。あの光っている大鏡の奥に隠された空間があるようで。本当か？はい、かなりの霊力が渦巻くような。おそらくそこが終点かと。そう、どうやらなんとか追いつけたみてえだ。ああ、みんな装備の確認を。絶対にキーヤを取り戻す。はい。ガッテ。
ベル、どうして、どうしてあなたがそんな場所にいるの？簡単なことですよ。大いなる司法を受け継いだ黒い手が待っているだけで。当然の責務を果たしているだけのこと。大いなる司法。まさかリベールに出現したというオーリオールと同種の話が早いですわね。はるか昔エイロスが人間に授けたセプトテリオ、そのうちの一つを我が一族は受け継いできたのです。わけがわか不幸な出来事によってエイドスの司法は失われたので、その結果クロイス家の子孫は何としても司法を取り戻すため途方もなく遠大な計画を構想し、このクロスベルの地に巨大な式を構築することになりました。まさか動力ネットを使った不可解で巨大なシステム。ええ、現代の動力技術とクロイス家の錬金術を融合させて生み出された魔導科学、それによってようやく実現できたバカバカしいほど巨大な式です。魔導科学による式、それに錬金術って。そうか、そういうことだったのか。かつて星見の塔を建造し教団に技術を提供していた錬金術師たちの集団、あれはあなたたちクロイス家のことだったんだな。でもそう考えると辻つくさ、それじゃあキーヤちゃんが眠っていたあのゆりかごというのももちろんクロイス家が教団に提供したものですわ。彼らに信仰対象を与え気持ちよく働いてもらうためにね。それじゃあやっぱり DG 教団というのは、クロイス家の目的を達するために影から誘導された。もっとも彼ら自身にその自覚はなかったでしょう。おおよその背景は飲み込めていただけたかしら。ああ、ちなみにこちらのアリオスさんは我が一族とは関係ありません。今回私たちの計画に賛同してくださった頼もしい協力者というわけです。アリオスさん、あんた正気か。こんな妄想じみた話に。妄想じみた話、確かにその点については俺も同意見だ。まあひどいですわね。だが彼らにその力がある、この状況を変えられるならば俺はいくらでもその幻想に付き合うだけだ。たとえエイドスの意志に背くことになったとしても。どうして。正直途方もない話ばかりでまだ整理できていないけど、ただこれだけは言える、その妄想にキーヤを巻き込むのは断じて認められない。キーヤ戻ってくるんだ。何をそそのかされたのか知らないけど、キーヤはキーヤだろ。そんな辛そうな顔をしてそんな椅子に座ることはないんだ。ライド。キーヤさん、あんな風にロイドさんは言ってますけど、どうするつもりです。キーヤ。
どうしたの？希望！迷うことはねえ。ランディ、そうね、事情はあるのだろうけど、それ以上に大切なことは絶対にないと思います。盛り上がってるじゃない。お互い協力関係を結んでいるだけですけど、皆さん、もう準備はよろしいのかしら？もちろんだとも。満足してもらえる性能に仕上がっていると思うよ。金の準備もできています。あとはそちらの鍵を回すだけ。彼らが納得するまで待っててもいいんだけど、そろそろ時間切れみたいだよ。来るか。何を言っている。何が時間切れだってんだ。決まっている。帝国軍と共和国軍の侵攻だ。せっかくだから実況するとしましょうか。それを覆せる鍵が彼女というわけだ。ディータ、おじさま。結社の職務、計画への協力感謝する。ベルニー、アリオス君、どうやら予定通りのようだね。ええ、ここまでは。あとは彼女に委ねるしかありませんね。聞いた通りだ、キーヤ君。もう分かっているのだろう。この事態を何とかできるのは君しかいないということ。
ストーンに流れてんのか。キア、ベルもやめてちょうだい。知らねえな、見過ごせるかよ。とりあえず止めさせてもらいます。風の牽制通りたくば、お前たちの全てをぶつけるがいい。ガイア、俺、セルゲイさんが越えられなかった壁、それを乗り越えられる力がお前たちにあるのか。ビビんな。一人だ。なんとか勝機をつかめれば。AO システム全開、目標を撃破します。お前たちの全力見せてみろ。この勝負絶対に負けられない。おお、なりかねんぞ。みんな峰打ちでしょ。集中力を途切らせたらうまくいきません。分かった、迷ったりしないから。やめろー。
嵐幻の手法の再現。いいえ、それすら凌駕するゼロの手法の誕生ですわ。ゼロの手法。なんだそりゃ。ロイド、みんな。キーア、本当にキーアなのか。うん、ベル、行こう。わかりました、アリオス。ここはお任せします。承知した。おい、どこに。ごめんね、今までありがとう。大好きだよ、みんな。いや、教団に習って巫女殿と呼ばせてもらおう。よくぞ再びこの世界に現れてくれた。クロイス家の現当主としてお迎えできて光栄だ。お父様、挨拶はそのくち、そろそろ彼らからの贈り物を受け取りませんと。おお、そうだったな。ようやく私の努力も。大いなる司法を継ぐ者よ。ささやか。献上品を用意し、どうかお受け取りあれ。ありがとう。結社の諸君、借りを作ってしまったようだね。こちらも資金面でいつも助けてもらっているからね。ゴルディアス級の運用データがそっくり使えたのも大きかったよ。それに今回の件についてはマスターの意にもかなうこと。借りに思う必要はありません。なかなかの太っ腹ですわね、キーアさん。それではお願いできますか。うん、わかった。
バカな、第五機甲子団が壊滅しただと。信じがたいことですが、巨大な人型が現れて全てをなぎ払ったと。何をバカな。まあいい、そっちがその気ならばこちらも容赦はせん。列車砲起動、目標クロスベルチ。せめてもの情けだ、民間人の密集地は避けてやれ。よの代行者として自立行動させられるとは。これはあの方にも良い報告ができそうだよ。確かに大したもんだ。まあ最初ですとこんなものかしら。今この瞬間をもってクロスベルは聖地となった。帝国と共和国という列強を退け、大陸全土に新たな秩序をもたらすための拠点に、我がグロイス家の理想と正義を世界に広めるための中心に。ありえないだろ。私たち夢でも見ているの。残念ながら現実みたいです。その通りだ。奇跡の後に現実は待ち受けている。いたぞ、アリオス長官、ご無事ですか。やっ、ちっ、抵抗は無駄です。え、この声は。すでにミシュラム一帯は国防軍が制圧しています。どうかおとなしく投降してください。燃えろ。お前どうして。ご苦労、シーカー少尉。私はオルキスタワーに戻る。彼らの拘束は任せたぞ。了解しました。待ってください。一つだけ、どうか一つだけ答えてほしい。もしあなたが数年前から彼らに協力していたのなら、ガイ・バニングス、
兄貴を殺したのもあなたなのか。ああ、その通りだ。さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。さすが、おめでとうございます。ランクアップしました。それに今日はどこかに出かけてるみたいなんで。だったら結社の連中あたりとし合ってみたらどうだ。少なくとも退屈はしないだろう。シャーリーとはなんか相性が悪そうなんだよね。あのすごそうなお姉さんには絶対に勝てなさそうな気がするし。さすがにわかるか。まあそう腐るな。どうやら奴がマインツ方面で動き出したぞ。へえ、あれだけ叩きのめされたのにまだ挑んでくるつもりなんだ。侮るな、奴は強い。多分お前が見くびっているよりもな。ふーん、そうは思えないけど。まあいっか、そっちはパパに任せるよ。ああ、そうしておけ。お前にはお前の遊び相手がいるだろうか。え、カルバードの方に帰っちゃったんじゃないの？アルモリカ方面でヘイウェの動きを察知しました。どうやらクロスベル襲撃以降
院ともども潜伏していた模様です。サオのやつも存外に渋っ、どうやらまだまだ楽しませてくれそうだ。ああもう、あんなメガネなんてどうでもいいって。すっごくドキドキしてきた。結局アルカンシェルじゃ決着はつけられなかったし、今度こそ徹底的にやり合って最高に楽しまなくちゃ。さすがはシャーリー様かと。なるほど、使命ね。どうやらあの時の続きができそうじゃねえか。そうだろ、マジ。さてと、すでに減塩計画は帝国の方に部隊を移したし、ここからは予定通りしばらく様子見ってわけかい？ええ、そうなりますね。帝国方面の段階が進むのでは付き合わせてもらいましょう。現時点でゼロの司法の力は消えた幻。博士ノリノリだね。そういえば彼らの本は
やっと動き出したみたいだ。むしろ好機でありましょう。我らとの立ち位置の違いを今後のためにも明確にすべきかと。それは君たちに任す。私はここでゼロの司法のデータを取り続けさせてもらう。人と神をつなぐ究極のインタ。支援課の他のメンバーは別の場所で保護しています。ロイドさん一人こんな場所に拘留するのは申し訳ありませんが、俺のことはいいさ。でも保護っていうのは一体何から保護してくれるっていうんだ。君だってもうとっくに気づいているはずだ。クロスベル氏の襲撃を企てた真の黒幕が誰かということ。フラノ、君の妹さんを傷つけたんだ。それでも私は警備隊のメンバーですから。それが国防軍に名を変えた以上軍人としての責務を果たすだけです。そうでないとクロスベルは本当に帝国と共和国に滅ぼされてしまう。ノエル、キーアちゃんのことだってこのままでいいとは思えません。結社みたいな得体の知れない連中の力を借りる。でも帝国軍は本当にあの恐ろしい連射砲を撃ったんです。命中したら何百人もの犠牲者が出たかもしれない大量破壊兵器を。だったら仕方ないじゃないですか。すみません、ロイドさんにこんなこと言えた義理はありませんよね。交流期間もそう長くは続かないと思います。クロスベルが危機を乗り越えたらき
っと釈放されると思いますから。だからどうか今は辛抱していてください。あの時俺はろくな言葉を返せなかった。それだけじゃない、キーヤが思い詰めていたのだって全然気づけなかった。忙しさに翻弄されるだけで本当に守るべきものも守れずに、キーヤの素性にしても兄貴を殺した犯人にしてもちゃんと突き止めようと心に誓ったはずなのに。ガイ・バニングス。ああ、ごめんね。大好きだよ兄貴。ごめん、やっぱり俺兄貴に全然追いつけてなかったみたいだ。だってもう俺はどうしたらいいか、それさえもざまあねえな。俺たちを追い詰めてパクったリーダーがその手たらくとは。放っておいてくれ。あんたがこの場所にいるのはどう考えても自業自得だし、あんたたちを逮捕できたのだって運が良かったのが重なっただけさ。そうだ、別に俺たちは実力で壁を越えたわけじゃないんだ。神秘くせえ小僧だな。ま、無理もねえが、噂を聞く限りとんでもねえ状況になってるみたいだしな。 IBC 総裁が全ての黒幕で、今や独裁国家の大統領、赤い星座やら結社やら国防軍に風の牽制までことごとく敵に回ってるわけだ。トリプル役満どころの話じゃなさそうだな。ま、今は嵐が通り過ぎるのを待ってるのが正解ってもんだぜ。この状況で抗おうなんて正真正銘のバカしかいねえだろう。てめえの兄貴みてえな。そういえばうちの兄貴と面識があるんだったか。ふん、面識というほどぬるいもんじゃなかったわな。こちらがいくら脅しつけても懲りもせずに嗅ぎ回ってくる。かと思えばばったり屋台で出くわした時に平気で一杯進めてきやがる。厄介で忌々しい若造だったぜ。兄貴らしいな。ま、殺しても死ぬような弾には見えなかった。あっさり言っちまったからな。世の中なんてわからねえもんだぜ。兄貴はずっと抗い続けている。ああ、うち以外にも首を突っ込んでたらしいからな。大物議員の汚職から帝国と共和国の諜報活動、ヨアヒムの野郎の動きまで。呆れるくらい精力的だったのは間違いねえだろう。おい、勘違いしてるみてえだが、ガイ・バニングスってのは別にすげえ男じゃなかったぜ。キレと凄みで言うならマクレインの方が上だろう。絡め手と根回しだったらセルゲイの方が上だろうしな。合理的な判断と処理能力なら一家のダドリーの方が上。つまりはその程度ってわけだ。それは考えてみれば確かにそうかもしれない。奴に抜きん出てたところがあったとしたら、せいぜい諦めないことくらいだろうぜ。あ、それが多分半端ねえ行動力につながったんだろうし、
大物相手にも食い下がれる原動力になってたんだろう。それでいて周りが見えてない空気の読めなさもなかったし、なんだこの若造はって当時は思ったもんだぜ。いいか、ロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。多分兄貴の諦めの悪さは大切なものを守るためだ。守るって言うとおこがましいかもしれない。多分兄貴は体当たりで今のクロスベルを作ってきた流れを、その上でクロスベルそのものを自分なりに守ろうとあがいて。そいつはバカ以上のとんでもねえ大バカじゃねえか。ああ、俺は到底そこまでバカにはなれない。でも兄弟だけあって似ている部分もあるみたいだ。何？てめえ、まさかここから逃げ出すつもりか？逃げ出すんじゃない、真実を見極めに行くつもりだ。クロスベル警察、特務支援課に所属する、そう囚われたみんなを解放してキーヤを取り戻すためにも。てめえも十分大バカ野郎だろうが。ガルシア、見せてみろ小僧、この状況でてめえという男にどんなことができるのか。覚悟と決意のほどな。なんだ、奥からみたいだが。おら、その程度でガキや。喧嘩？いや、おい、やめろ。何をやっている。てめえのせいで俺たちは冷や飯を食らうことになったんだ。このままぶち殺してやる。ダメだ、聞いちゃいない。仕方ない、踏み込むぞ。ああ、けん、やめろガルシア、それ以上やると撃つぞ。俺としたことがつい熱くなりすぎちまったようだぜ。貴様、ここに入ってからずっとおとなしくしていたと思えば。いいから下がって両手を上げろ。いくら人手が足りないとはいえ同室にするべきじゃなかったか。おい、大丈夫か。内臓が破裂したかもしれん。とにかく医者を。いや、土地狂ったかと思ったが、なかなかの策士じゃねえか。あんたこそ迫真の演技だったよ。本当に奥歯を折られるとは思わなかったけどね。おかげでそれっぽくなっとと。約束通りここから出るまでは協力してやろう。でどうするつもりだ。ここは拘置所の3階、詰めている兵士も少ないはずだ。なんとか10階を突破して1階の出口から。久々に俺も
暴れさせてもらうとするか。
任せてくれ。軍用犬を使い始めた。警備隊の時は俺たちの運用成果を利用したのかもしれない。ひょっとしたら薬で操っているのかもしれない。いい感じでえげつなくなったら見てるじゃねえか。あ、そうかしら。ダグラス副司令の判断とは思えないけど。支援課の若造もいるぞ。まあ、覚悟はいいか。任せてくれ。行くぞ。楽しくなってきたぜ。俺の番だな。せっ、や楽しくなってきたぜ。息が上がってきたじゃねえか。そんなデータ力でこの先を切り抜けられると思ってんのか。ああ、俺一人じゃ無理だとは思うけど、あんたの助けがあれば拘置所からの脱出は可能だ。使える力は使わせてもらうさ。いいだろう、とっとと抜け出すぞ。
な、うん、悪いけどかかれ楽しくなってきたぜ。行くぞ。俺の番だな。よし。凄まじい戦闘力だな。ランディや赤い星座のボスも相当なものだったけど。フッ、オーガロッソのシブムントだ。両兵時代に何度か遭遇したが、正直本物の化け物だったぜ。噂じゃ娘の方も相当ヤバいと聞いているんだ。結社の連中に単純な戦闘力では上かもしれない。まあ結社の方にもとんでもない使い手がそんな化け物どもとこの先やり合う必要があるわけか。ずんと頼んじゃねえか。はい、なあ、全くだよ。封鎖されているが近くでロックを解除できると思うけど。そこの部屋だろ。とっとと解除して貫くぞ。よかった、ここに保管してあったか。どうやらクォーツも全部揃ってるみたいだ。ほら、さっさと行くぞ。兵士どもに囲まれてぶち込まれたくないけど。ああ、
やった。よし、とっとと。ガルシア、慣れ合いはここまでだ。ここから先はてめえ一人で行くんだな。これでも一応ルバーチャの若頭でね。手下はもちろん、あの会長だって放って逃げるわけにはいかねえ。待って、だったらどうしてここまで付き合ってくれて。それにいくらあんたでも一人じゃどうしようもないだろ。だったら俺も。泣き違えるな、小僧。真実を見極めろ。てめえはそう言ったはずだ。捕まった仲間を解放してあのガキを取り戻すとな。こんな場所でグズグズしてる暇はあんのか。ありがとう、ガルシア。立ちましょう。あんたたちの脱走を歓迎することはできないけど、どうか無事でいてくれ。無用な心配ってもんだぜ。ロイド・バニオンです。あの野郎のこと、なかなかいい面構えになってきたじゃねえか。いたぞ。絶対に逃がすな。血の量は十分だ。このキリングベアの鉄拳、存分に味わってもらうか。プレロマソウがここまで。俺が捕まっていた間に咲き始めたってことか。もしかしてキーアにも関係しているのか。全てはここを切り抜けてからだ。とにかく一旦街道を目指そう。あらゆるルートを想定して何としても切り抜けてみせる。ロイド・バニングスだ。挟み撃ちにするぞ。
うなったら。全力で行かせてもらうぞ。そこだ。俺の番だな。えいはっ。よし、エルドラ駆動。任せてくれ。せい、はい。目指して、とにかく何としても石にかじりついてもこの場を切り抜けるんだ。ふん、なかなか見上げたもんだ。まさか警察官ごときが俺たち。確かシーカー少尉の元。さすがと言うべきか。よし、武装解除するぞ。あまり傷つけずに捕らえろとの命令だ。お断り。こいつまだ動けるのか。わからんな。どうしてそこまでする。どうやら新たなクロスベルの体制が気に食わんようだが、お前一人が抗ったところで状況が変わるものでもなかろう。それでも、それでも誰かが立ち上がらなかったら流されるだけじゃなく、自分自身の目で真実を見極めるためにも、大切な人たちを取り戻すためにも、俺は絶対に諦めたりしない。何度でもたとえ足をへし折られても立ち上がってみせる。こいつは惜しいな。一気にかかれ。抵抗させずに落とすぞ。ラジャー、足を狙え。最後まで、最後まで諦めるな。キア、エリー、ティア、ランディ、ワジ、セルゲイ課長も、どうか俺に、俺に力を貸してくれ。やれやれ、頼むべき存在の一つ忘れているようだな。頭に響いて。なんだ。されど、偽りの聖地を守る強者ども、このものは私が預からせてもらう。ふざけるな。神聖クロスベル国防軍が幻獣ごときに。
同じことを言うか。その必要はない。天使ライトス様。さすがに驚かせてこの姿に戻ったのは久しいね。いささか加減がわからぬな。言いたいことはいろいろある。とりあえずこれだけは言わせてくれ。なんだ。サイト、さすがにタイミング良すぎだろ。そのようなものと考えてもらうのが早いだろう。かつてエイドスから人に贈られた大いなるセプトテリオン。それらの行く末を見守るためにあり続けている。我らってことはひょっとしてリベールの異変で現れたっていう竜も。さすがに悟るな。かの竜レグナートも確かに私の腹から。空の四方を見守るためリベールの地に残っていたが、使命から解かれた今はどこに消えたか私にもわからん。何が何だか。でもそれじゃサイトも大昔からクロスベルの地に。1200年前、大崩壊の前からになる。かつて幻の至宝がどうして消えてしまったか。その後、至宝を再現するためどのようなことが行われたか。ある程度のことは知っている。正直、調べようにも調べきれない部分だったんだ、エイリスの至宝。それを受け継いだクロイツ家、どうして至宝は失われ、キーヤがあんな役割を背負わされることになったのか。ただ、どうか教えてほしい。1200年前の出来事、そして500年前、キーヤに何が起こったのか。よかろう。まあ、そのために私はお主の前に現れたのだ。この地に伝わったエイドスの至宝、それは幻を司るデミウルゴスと呼ばれた。幻は知覚と認識を司る。さらには因果をも御する属性だ。その力を秘めた至宝に当時のクロイス家を中心とした人間の一派が望んだこと。それはエイドスの代わり、地上の神としての役割だった。人を知り、地上のすべてを知り、因果を御することで人間を導く。それは一見人の欲望を無制限に叶えてしまったオーリオールにも通じるところがあった。だがデミウルゴスは高位の人格を与えられることで同じ過ちを起こさずに済んだ。あくまで人を堕落させず正しく導ける英知と判断力、それをもって人という存在を正しく導けるはずだったんだ。至宝そのものの心が限界に達しさえしなければ、あらゆる人の差がと思う、あらゆる世界の不条理、それを理解し導けるということは
人と同じ情を持つということ。そしてデミウルボスの心は次第に壊れ、このままだといずれ暴走し、守るべき人々を傷つけてしまう。そう悟った司法は悩んだ末に一つの決断をした。自分という存在の因果を解き、この世から消滅させるという道を。そんなことが。でもそれじゃ後に残された人々は、司法の消滅にひたすら惑い、嘆き、恐れた。そしてなぜそうなったのか、司法が何を思ってそうしたのかを顧みることなく、失われた司法と同等のものを生み出すことに取りつかれたのだ。もちろん最初はただの手探りだっただろう。しかし700年にわたり彼らは様々な知識を集めながら独自の技術を編み出していった。すなわち無から有を生み出すという錬金術という魔導技術。そして彼らはこの地で途方もなく遠大な計画を立て、教団という傀儡を用意し、新たな司法の核となる存在を委ねて育てさせる。それを資金的に可能にするため、彼らは銀行家という表の仮面をかぶり始めることとなり、一方教団の方は信仰対象として与えられた核を目覚めさせるべくうごめき始めた。そして500年の時が過ぎ、今の状況へと至ったというわけだ。はあ、とってもやった。事件の全貌が、サイト、マリアベルさん、キーヤ、ゼロの司法と言っていた。それはどういう意味だ。失われた幻の司法とはまた違うものなのか。残念ながら私もそれについてはわからない。おそらく黒伊助は1200年にわたる妄執の果てに何かを掴んだのだ。それによってデミウルゴスと同等のものを再現するだけでなく、それを超える力を持ったゼロの司法を完成させたようだ。あの白き人型の力、あれは人型そのものの力ではなく司法の力と見るべきだ。そして幻の司法にはあれだけのことを瞬時にやれるほどの力までは備わっていなかった。空間を消滅させる力はどちらかというと空の属性に由来するものだからだ。
全てでないとすると、どれだけの潜在能力を持つのか私にも想像がつかないくらい。もう一つ教えてくれ。今までの話を聞いた限り、あの子のキーヤは普通の人間じゃないんだな。うん、人にして人あらざる。地方を再現するための核として作られた存在。おそらく錬金術の奥義をもって錬成されたホムンクルスだ。しばらく前から知っていたんだな。なのに俺たちの前ではあんな風に笑ってる。キーヤ、ここは共和国方面の国境か。ここならば国防軍とやらも手を伸ばしては来ないだろう。まずは一息つくがいい。ありがとうツァイト、本当に助かったよ。あれはクロスベル氏を包み込むように出現した結界のような。許された存在については自由に出入りできるようだが、そうでない存在は決して通すことはないらしい。人にしても乗り物にしても。そんなものか。すでにプレロマ層もクロスベル全土に咲き乱れている。今やクロスベルそのものが司法と一体化してしまったと言っても過言ではないだろう。プレロマ層というのは結局地下に流れる七葉脈に関係するとは聞いたけど、かつての幻の司法が人と地上を知るために咲かせた目にしてよりしろとでも言うべきか。司法と霊的に結びつくことで周囲の空間を歪ませたりもする。本来この次元には現れない幻獣などが出現しているのもそのあたりが原因だろう。なるほど。かつて BG 教団がやってきた非道な儀式の数々、あれにプレロマ層を原料としたグノーシスが使われたことに理由があったんだな。うん、おそらく犠牲となった数多の被験者の知識やそれらの膨大な情報が太陽の砦に眠る彼女に送り届けられていたのだ。それらの情報は自己組織化され、より高位の人格を生み出すための苗床となった。そして500年の時を経て司法の核は目覚めた。私がお主に伝えられるのはこのくらいだ。彼らは周到に計画を練り上げこの状況を作り出した。その意味でお主の取れる選択肢はあまりにも少ないだろう。このままほとぼりが冷めるまで異国に逃れていたらどうだ。そうだな。カルバートだったらおじさんの家もあるし悪くないかもしれない。やめておくよ。一番知りたい真実をまだ確かめていないからな。何？それを確かめるためにも俺にはみんなの力が必要だ。エリ、ティオ、ランディ、それ以外にも大勢の力が。そのためにも俺はあちら側に戻るよ。せっかくここまで送ってくれて悪いんだけどさ。確かめたい真実とは何なのか。
決まる。力や生い立ちに関係なく、あの子が、キーアが本当はどうしたいのかってことさ。多分あの子を取り戻さない限り本心は教えてくれないだろうからな。それにかつての司法が耐えられなかったほどの重圧にさらされてるかもしれないなんて、そんな環境にうちのキーアを置いておけるわけがないだろう。大統領やアリオスさんも殴り飛ばしても絶対に連れ戻す。ふふ。ほんと親バカだな。マジ？どうして？それにアッパスに、リースさんに、あなたは？久しいな、バニングス。ご無沙汰しています。いや、俺とは4ヶ月ぶりくらいかな。覚えとってくれて嬉しいわ。確かあなたとリースさんは教会の聖杯騎士だ。マジ？もしかしてお前？七王教会聖杯騎士団所属、ドミニオン第9位、青の聖典、マジヘミスフィアさ。改めてよろしく頼むよ。ちなみに自分は騎士団の聖騎士の立場にある。和事の補佐が主な任務だ。ああもういきなりすぎて何が何だか。リースさんと最初に会った時、お互い何も言わなかったの。すみません、知らないふりをしていました。ヘミスフィア教の潜入調査は極秘とされていましたので。で、彼女が来てくれたおかげでエラルダ大司教の注意が完全にそれてくれたってわけさ。いや、ほんと助かっちゃったよ。お役に立てて幸いです。ま、リースの場合どう考えても普通のシスターには見えへんやろからな。大司教もさぞ面食らったやろ。大きなお世話というか、ケビンは人のことは言えないと思う。なんか誰一人として普通の聖職者には見えない。ま、改めての自己紹介はこのくらいにして、僕たちがこの場に現れたのはそちらの彼に呼ばれたからでね。サイトル、うん、そうさせてもお主の決意が固いのであれば協力者は必要かと思ってな。僕が潜入していたことからも分かると思うけど、騎士団はある程度今回の事態を予測していてね。ただクロイスケの陰謀やキーヤの正体については分からないことも多かったんだ。先日彼と再会した折に一通り教えてもらったけどね。しかし幻の司法は消滅しており、それに代わる新たな司法が人の手で生み出されたとなると、事態はアーティファクトを回収する騎士団の役割から外れてきてな。このままでは介入する口実がなくなってしまうところだった。かといって結社がこの事態に絡んでいるとなると俺らも放っておけ。そこで君という口実に頼らせてもらおうと思ったんや。そういうこと。君に協力させてもらう形で僕たちは今回の事件に介入させてもらおうと思う。どうだいロイド。一つ確認させてくれ。あんたたちはキーヤをどうするつもりだ。難しい質問やね。でもごまかしても始まらないと思います。正直なところま、そうだね、ゼロの司法だけど、正直オーリオールよりはるかに危険で厄介な存在だ。
現時点で力の全貌が見えていないにもかかわらず、ここまでの状況を作り上げた。君、今大陸諸国がどうなっているか知ってるかい？いや、帝国の方で内戦が始まったのは噂で聞いたけど。ぶっちゃけ直接のきっかけは、クロスベル方面に投入された帝国軍師団が壊滅したことでな。帝国軍もプライドがあるから次々と師団を送り込んだんやけど、あの人形どもに全部返り討ちされて、それで帝国軍が混乱しとる隙に貴族勢力の連合軍が帝都を電撃占領したんや。結果、鉄血宰相は凶弾に倒れ行方知れず、帝国全土を巻き込んだ内戦が長期化し始めている状況。一方、共和国の方でもクロスベルに端を発する経済恐慌が発生し、テロが活発化したことによって非常事態宣言が出されています。そうだったのか。もちろん、それ以外の国だって恐慌や混乱とは無縁じゃない。特に今まで帝国と共和国に押さえつけられていた地域では気な臭い動きも出始めている。そんな中、ディーター大統領は各地に働きかけているらしいんだ。クロスベルを盟主とする新たな秩序に参加するようにとね。当然、その背景には司法の力が。もちろん、大陸最強と言われる帝国軍はあっさり撃退できるだけの力だ。ちなみにあの人形兵器は司法が操っているわけではない。司法の力を受け自律的に行動する守護者のような存在だろう。その意味ではその子の意思とは関係なく勝手に動いとるってことよね。それどころか関係ない連中に利用される可能性だってある。キーヤちゃんの意思とは別に、それだけの力が持つ危険性は無視できないということでしょう。あなたたちの意見は分かった。それでも構わないから、今は協力を頼みたいと思う。てっきり申し出を突っぱねるかと思ったけど、俺だけでなんとかなる事態じゃないのは確かだからな。解決が長引けば長引くほどあの子も苦しむかもしれない。だがもしあんたたちが勝手にキーヤの処遇を決めようとしたら、全力を持って阻止するとだけは今この場で言っておく。俺だけじゃない、エリーやティオ、ランニーだってきっと同じことを言うはずだ。理屈も道理も関係なく、あの子の保護者として。秀才君っぽいのにめちゃめちゃ熱い兄さんやな。ワジ、お前が気に入るのも分かる気がするで。愛してると言っても過言じゃないけどね。ワジ、俺は本気で。聖杯の騎士としてエイドスの名にかけて誓おう。あの子の処遇に関しては君たちの意見を必ず聞くことを約束する。僕らの立場としてはこの辺りが限界なんだけど、どうかな。ああ、決まりだな。よし、そんなら早速。なんだ。随分と懐かしい響きだ。教会の天の車か。メルカバという作戦艇です。
ステルス機能に加えて光学迷彩機能を備えています。これを使って極秘裏にクロスベル領空に潜入する。心の準備はいいかい、ロイ？ああ、もちろんだ。キア、それにどうか待っていてくれ。